富山県第2区とは日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。2013年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。1994年公職選挙法改正から2013年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。1994年の 小選挙区比例代表並立制の導入以降、自由民主党が連続で議席を獲得している保守王国である。小選挙区制以降最初の選挙では、法務大臣を務めた父、十坂江作の地盤を継承し、中選挙区制で2期当選していた十博氏が、約85%の得票率で圧勝したが、約2年後の1998年7月に43歳で、休止。 これを受けた補欠選挙では、広氏の兄である十一郎、富山県議会議員であった宮越光弘などが立候補し保守分裂の様相となったが、宮越が当選した。補選以降は宮越が安定した支持を得て、2017年の第48回衆議院議員総選挙まで連続で小選挙区当選を果たしていた。これに対して、 民主党はしばしば候補者擁率を見送る傾向があり、社会民主党の候補者を実質的に支援することが多いことも、宮古市の小選挙区勝利が続く要因の一つとなっていた。宮古市は2021年の第49回衆議院議員総選挙にも2区からの出馬を準備してたが、自民党は富山県議会議員の上田秀俊を2区からの出馬を検討していたのが判明し、 宮古氏は保守分裂選挙を避けたいという理由で、政界から引退を表明。これで、上田が2区の地盤継承者となり、選挙戦でも、立憲民主党の新人、越川康春相手に、倍の票を集めて圧勝し初当選となった。第49回衆議院議員総選挙10月31日、富山県、第2区次の内閣、第1次。 岸田内閣解散日、2021年10月14日、公示日、2021年10月19日当日、有権者数、24万7492人、最終投票率 54.、54.22%第48回衆議院議員、総選挙10月22日富山県、第2次の内閣、第3次安倍第3次改造内閣解散日、 2017年9月28日公示日、2017年10月10日、当日有権者数、25万4572人、最終投票率 51.、51.76%第47回衆議院議員、総選挙12月14日、富山県、第2次の内閣、第2次、安倍改造内閣解散日、2014年11月21日公示日、 2014年12月2日、当日有権者数25万2747人、最終投票率48.14%第46回衆議院議員、総選挙12月16日富山県、第2次の内閣、野田第三次改造内閣解散日、2012年11月16日公示日、2012年12月4日、最終投票率。 56.22%第45回衆議院議員、総選挙8月30日富山県、第2次の内閣、麻生内閣解散日、2009年7月21日公示日、2009年8月18日、第44回衆議院議員総選挙9月11日、富山県、第2次の内閣、第2次、小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、 公事日、2005年8月30日第43回衆議院議員、総選挙11月9日富山県、第2次の内閣、第1次小泉第2次改造内閣解散日、2003年10月10日、公事日2003年10月28日第42回衆議院議員、総選挙6月25日富山県、第2次の内閣、第1次森内閣解散日、 2000年6月2日、公示日、2000年6月13日第41回衆議院、議員補欠選挙富山県、第2区当日有権者数、人最終投票率、第41回衆議院議員総選挙10月20日、富山県、第2区時の内閣、第1次橋本内閣解散日、1996年9月27日、公示日、1996年10月8日、 ありがとうございます。